もともとメロディーが2つに分かれておりましてね、低音のメロディーと上のメロディーが2本が並行して動いているという曲なんですけれども、パンフルートでどこまでできるか、やってみたいと思います。ルールです。Thank you.
3曲目ですけれども、今度はですね、皆さんどっかで耳にしたことがあるかもしれませんけれども、ロンドガボットという曲です。ちょっと楽しい、可愛い曲です。